こんにちは、シーバートです。今回はボスの BE5M をご紹介させていただきたいと思います。このボスの BE5M なんですけれども、私シーバードは全然存在すら知りませんでした。まあいろいろ調べてみたんですけれども、91年頃にバンヤロだったりギグスの広告に載っていたようです。僕がね、ギターを始めたのは93年なので、もうその頃にはね、販売されていなかったのかもしれませんね。まあ多分ですね、短い期間のみ販売されていたマルチエフェクターじゃないかと思います。この BE5M の前にですね、BE5 というのがあって、それの進化系のようです。どんなエフェクターが入っているか見ていきましょう。まずですね、左から、コーラス、ノイズサプレッサー、デジタルディレイ、ループ、オーバードライブ、コンプレッサーという風な感じに並んでおります。並び順にね、若干違和感があるかと思うんですけれども、実際にね、中身の方は、コンプ、歪み、ノイズサプレッサー、ループ、ディレイ、コーラスという風な順で並んでいるようです。まあ、最大の特徴はですね、やっぱこの頃のボスのマルチエフェクター。基本、アナログの回路なんですよね。ディレイのみデジタルとなっております。なので、オーバードライブディストーション。これはコンパクトエフェクター並みの歪みと。そう言っても過言ではないんじゃないかと思います。では歪みのつまみ見てください。オーバードライブスラッシュディストーション。見覚えがあるかと思うんですけれども、レベル、トーン、ドライブ、カラー。そうなんです。OS2 の原型になっているのがまさにこのマルチエフェクターなんです。使い方も非常に簡単で、このマニュアルボタンをポチッと押すと、あとはここのフットがそれぞれのエフェクトになっておりまして、ここがコーラスとノイズサプレッサー。で、デジタルディレイ、オーバードライブディストーション、コンプという風になっております。ではでは、アナログのコーラスと歪み、そしてデジタルのディレイ、お聞きください。Thank you.